にちは、波動コンサルタントの桑名正則です。この度ですね、2020年2月6日にですね、僕の2冊目の本である、ミリオネアバイブレーションという本が発売になります。ミリオネアバイブレーションって結構ね、攻めたタイトルなんですが、まあそれは出版社が決めることですので、具体的に何かというと、お金と波動の本です。お金と波動の本を書かせていただいて、2020年の2月に出版する運びとなりました。で、まだ僕の元に見本が届いてないのでね、こういうチラシで、ちょっと失礼しますけど、この表紙にはですね、恵比寿様の絵が描いてあるんです。これ僕が描いたんですけれども、この恵比寿様の絵がですね、金箔で、本当に、福を引き寄せる本になっているかなと思います。で、もう一個、その僕が描いた恵比寿様のシールにしてですね、金運シールですよね、それもついてますので、お金を引き寄せるシールか、これもね、金色で作ってます。で、金色って波動が高くて強いのと、あと今ずっとこの恵比寿様にエネルギーが入って、いい服を引き寄せられるようにエネルギーを入れていってますので、本を買われると買って、このシールをね、財布に貼っていただいたり、携帯に貼っていただくと、本当いろんないいことが引き寄せられるようにやってますので、ぜひ買い求めいただくとありがたいなと思います。で、お金と波動の本なんですけれども、実は僕は波動のことはやってるんですが、うちの会社ではビジネスアカデミーというのをもう何年もやってまして、そこでやってるのは、自分が本当にやりたいことを分かち合って、で、それでお金を得て稼ぎ続けるっていう考え方であったりとか、仕組み作りであったりとか、具体的なビジネスのやり方であったりとか、そういったことをサポートを、まあ、お伝えをしてサポートするということをしてます。で、それとともにですね、弊社では、まあ、波動コンサルということで、経営者さんや企業さんに売り上げ上げたり、人間関係円滑したりするということに関しての波動的なサポートもさせてもらってます。まあ、そういった知恵ですよね、そういったものを生かしてお金を引き寄せる波動ですね。ここではミリオネアバイブレーションと言ってますが、たくさんのお金を引き寄せる波動を身につける。で、ミリオネアバイブレーションって、まあ、本を読んでいただくと分かるんですけれども、もう上には上があって、どん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 広がっていくものですが、そのバイブレーションの入り口に入っていくような考え方であったりとか、知恵であったり、メンタリティであったり、そういったことを書かせていただいてますので、ぜひお買い求めいただくといいかなと思います。で、まあベースはビジネスアカデミーとか波動コンサルのお話なんですが、もっともっとベースの部分で言うと、僕はもともと30歳になるまではサラリーマンをしてて、化学の研究者、研究的なお仕事をしてたんですよね。環境分析とか材料分析とか、化学的な手法を用いて、いろんな原因究明するということをしていたんですけれども、本当に今、まあ、そこから独立した時にはセミナープロデューサーをして、その後カウンセラーになって、で、ここ5年ぐらい、まあ、波動のことをメインでやってるんですけれども、で、まあ、独立してこの2月で丸13年ですかね。で、セミナー業界に関わり、まあ、自分で仕事していきたいなと思ってセミナー業界に関わりだしたのも15年ぐらいですよね。で、そもそもそういう化学の世界にいたので、自分で仕事をするとか、自分で稼ぐとかっていうことに関しての知識もありませんし、コネもなかったですし、そもそもお金もそんななかったんですよね。そういった状態で、本当に何もない、知り合いもいなかったですし、何もない状態から自分がを生かして仕事をして、でそこから売り上げを上げていったっていうプロセスの中で、やっぱりお金と向き合うことっていうのはすごくあったんです。で、お金と向き合うって漠然としたものなんですが、そこにはですね、自分自身が何ができるんだろうとか、自分の中でお金になるものは何なんだろうとか、そもそもお金に対してちゃんと考え方がなってんだろうかとか、まあ、いろんなところを変えていって、で今に至るんです。で、特にお金と向き合っていく中で一番変えなければいけなかったところって何かっていうと、メンタル的な部分でいうとセルフイメージです。自分で自分のことをどう思ってるのか、
なので、まあ、独立した時も結婚もしてましたし、やっぱり稼いでいかないといけないっていう中で、自分で自分のことを卑下していると絶対無理なんですよね。なのでセルフイメージを上げるごとに収入も上がっていくとか、まあ、そういったことをすごく実感をしてきました。で、実はこのセルフイメージというのはお金っていう部分ではなくて、個人の幸せであるとか、個人が感じる自分の存在意義であるとか、本当にお金と向き合うことで人生全般の部分をが整っていくっていうことをたくさん経験してきましたので、お金と向き合う、ほとんどの人はこのお金と向き合うっていうことをなかなかしないんですけれども、そこをすることで、幸せもやってくるし、お金があるから幸せとかではなくて、お金と向き合うことで自分のセルフイメージが高まり、セルフイメージが高まって自分のことを信じてあげると、自分のことを信じていい材料というのは現実に集まってくるので、やはり幸せというものにつながってきます。そういうことがすごくたくさんいろんな部分でいい作用を及ぼしてきたなということを感じます。でそれの一つのきっかけとしてお金というものがありますし、自分自身のセルフイメージですね、そういったところを向き合うということにつながってきますので、まあ、そこまでのことは書いてないんですが、このお金と波動のことを整えるという過程で、ぜひ自分のことを向き合う、で、そういう向き合う材料にするですよね、そういったことを認識されると、認識していただいて、幸せや豊かさにつなげていただければいいなと思って、この本を書かせていただきました。まさにお金との向き合いはこれまで独立してきてからの13年間の企業人生の中で、本当にずっとやってきたことですので、それの一端をここの中に詰め込ませていただきましたので、ぜひ、ご覧になって、参考にしていただければなと思います。で、各第7章まででなってるんですが、各章に、解説動画も、簡単な、ね、解説動画もつけてますので、もちろん具体的な個別個別の解説に関しては今後も波動チャンネルの方で、シェアをしていきますが、ざっくりとした解説動画もつけてますので、ぜひそちらも合わせながらご覧いただければと思います。で、簡単に各章をお伝えしておくと、第1章はお金を引き寄せる波動とはという基本的な波動のお話ですよね。で、5つの方法でミリオネアバイブレーションが手に入るという。で、それのうちの1つが次の2章から6章になるんですが、メンタルを変えてミリオネアバイブレーションを身につけるってこと。メンタルの章ですね。次、行動を変えて、バイブレーションを身につけるって行動の章。次、エネルギーを整えてというエネルギーの章。で、形を整えてミリオネアバイブレーションを身につけるという形の章。それと音の響きを整えてミリオネアバイブレーションを身につけるという音の響きの章。この5つの章で、をどう整えていくのかというお話を書いてます。で、最後の章でミリオネアバイブレーションをより強くするためにというまとめのお話をお書きしてますので、ぜひ、参考になる部分から取り入れていただければ、ちょっとずつちょっとずつ自分を流れるお金の量というのが増えていくかなと思いますので、ぜひ、参考にしていただければと思います。で、ミリオネアバイブレーションもAmazonで、今これ撮ってるのが1月の26日ですが、もうAmazonで予約もできますので、予約しておいていただくと多分2月6日前後に、もうすぐ手に入るかなと思いますので、それで、そういった方法をしていただいてもいいかなと思いますし、全国の書店さんでどれぐらい並ぶかちょっと分かんないんですが、まあ、最初は大きな書店ではいくらか入れてくれてると思いますので、そちらで、お買い求めいただいてもいいかなと思います。2020年2月6日、ミリオネアバイブレーション、お金と波動の本、ミリオネアバイブレーションが発売となりますので、ぜひ、ご自身のお金の豊かさの部分で、参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。